はい、じゃあ行きましょう。複素数と二直線のなす角ですね。ここではどういう問題やるかというと見てくださいね。こんな感じの問題です。複素数平面上に3点 A、括弧 2-2A、B、4-C、3プラス I がある。この時、各 BAC の大きさを求めようと。複素数平面上に3点がある時に角度を求めることができるんだよっていう問題なんですね。じゃあそれをどうやっていくかっていうのを確認するんですけれども、まずはじめに、今回の動画の構成について、紹介しておきます。今回は、このもうほぼ公式みたいなのがあるんですね。これやり方が明確に決まっていると、それをまず知ります。そして実際にそのやり方を使って答えを出します。で最後にですね、この答えの出し方を知った後はなぜこのやり方でいけるんだっていう、それも確認していきたいと思いますね。だ点数だけ取るんやったらこの第2段階までで大丈夫なんです。やり方知って実際どういう風に問題解いてるかを見てそれをマスターすればいいんですけれどもね、今この動画を見ている数学さんを勉強されている皆さんってきっとね、数学さんやってるぐらいから、まあ、数学力は多分求められているような環境にあると思うんですね。その数学力を高めるためにも、ね、この段階というのはしっかり、なぜこれが言えるんかというのは見ておきたいと思います。ではまずはじめにね、やり方だけ確認しておきましょう。この複素数平面上に3点 ABC アルファベータガンマがあるときに各 BAC を求めたかったら、アーギュメントのベータ引くアルファ分のガンマ引くアルファ、これ何を言ってるかっていうと、各 BAC っていうのはこの複素数のベータ引くアルファ分のガンマ引くアルファを計算した結果の変革でいいんだよっていうことなんですね。変革っていうことはこの極形式を作るっていうことですね。つまりこのベータ引くアルファ分のガンマ引くアルファを計算してそれを極形式の形に直した時のここが求めたい各 BAC なんだよとっていうことなんですね。もしこれを知っていれば今回の問題っていうのは実はもうすぐ解けるんですね。アルファこう、ベータこう、ガンマこうやとすると。そして、各 BAC を求めたいので、まずベータ引くアルファを求めるんですね。ベータ引くアルファ分のガンマ引くアルファの変革で出るから。ベータ引くアルファを計算したら2プラス i になった。ガンマ引くアルファも同様に計算したら1プラス 3i になった。そしてここからベータ引くアルファ分のガンマ引くアルファを考えるんですね。で、これを計算していくと、ベータ引くアルファ分のガンマ引くアルファは、2出す i 分の1出す 3i で、そして、ここですね、強弱の複素数をかけて、で、計算を進めていくと、5分の5プラス 5i、つまり1プラス i になったと。で、1プラス i になったっていうことは、これを極形式に直すと、こういう図を書いて、ね、書いて、そして、ここですね、ここの変革が出てくると。まあ、今回ね、長さはあんま関係ないんですけれども、ここの変革が、45度、4分の π ってわかるんですね。だから、これ4分の π って出たので、各 BAC は4分の π だよ。もうこれで答えで終了なんですね。これが、やり方です。で、ここからはちょっと細かいとこを見ていきましょう。で、そうですね、まずはじめに、ですね、もうこっちから見ていきましょうか。ね。なんでこのやり方でいいんやっていうのを確認しておきましょう。各 BAC はベータ引くアルファ分のガンマ引くアルファの変革でいいっていうのは、なぜ言えるかっていうのを見ていきますね。で、まずそれを考える前にこのもっともっと単純にしたこの原点を使った各 BOC の求め方について確認しておきたいと思いますね。つまり各 BOC はベータ分のガンマの変革で求まるんだよっていうのを最初に確認しておきたいと思います。これが分かっていれば、この上のも分かるようになると思うんですね。で、これどういうことかっていうと、まずこの複素数ベータを極形式で表したとすると、ね、こういう風な、やつだとすると、極形式だとすると、つまりシータ1ってどこのことですか？この。シータ1っていうのはここですね。これがシータ1やと。そして、次、ガンマをこういうふうに R2 のコサインシータ2足す i サインシータ2としたら、シータ2ってどこのことですかと。それはこっからここのことなんですね。これがシータ2ですよね。じゃあ僕たちが今求めたいこの各 BOC っていうのは、各 BOC っていうのはどこかっていうと、ここですよね。つまり各 BOC は、シータ2引くシータ1で求まることができますよね。ここまで OK でしょうか。ね。で、ここで、ははーんって思うんですね。そうかと、極形式で表せてたら分かりやすいですよね。つまり、極形式の計算で割り算の時に、それは、ここの中身は、変革は引き算になるよっていうのをもう何回もやりましたよね。これがわけわからん人はね、この極形式の計算のとこをもう一度見直してほしいと思います。つまり、ベータ分のガンマをすれば、ね、この極形式の
計算で何度もやった通りこの形になって、そしてこれが出てくるんですね。つまり、そしてこれは僕たちが求めたい各 BOC ですよね。つまり各 BOC の変革っていうのはベータ分のガンマで求めることができると、その変革の部分だよと、アーギュメントベータ分のガンマだよと、ね、日本語で言うとベータ分のアルファの変革、つまりここのことだよとっていうことがわかるんですね。各 BOC を求めたいときにベータ分のアルファでその変革に注目すれば、それは求めたい角度なんだっていうのがわかると。ここまで OK でしょうか。でも僕たちが今知りたいのは各 BAC、 ここですよね。ただこれはもうほとんどこの状況と一緒ですよね。というのも、もうここの A を原点に平行移動すれば、それと同じようにこのベータもガンマも平行移動すればいいだけの話なんですね。平行移動したらどんなんができるかっていうと、こういうのが出来上がりますよね。そしてここにできるこの角度っていうのは、各 BOC っていう、あ、B'OC' っていうのは当然この BOC と一緒なんですね。つまりこの A をまず原点に平行移動します。そのためにはマイナスアルファする必要があると。そして、この BC、ベータガンマも同様に平行移動させる。つまり両方ともマイナスアルファすると。そしたら、ここの点を、ベータダッシュですね。B ダッシュ、ベータダッシュ、そして C ダッシュ、ガンマダッシュとすると。ね、ここまで OK でしょうか。そしたら求めたいこの各 BAC っていうのは、今平行移動した後のベータダッシュ、OC ダッシュ、ね。あ、ベータダッシュ、O、ガンマダッシュと一緒ですよね。B ダッシュ、O、C ダッシュでもいいです。一緒ですよね。つまり、ここを求めたらいいと。じゃあ、ここってどうやって求まるかなっていうと、当然、アーギュメントの先やった通りですね。各 BOC は、アーギュメントのベータ分のガンマ。ね、ベータ分のガンマを計算した時の変革なんで、今回みたいに同様ですね。つまり、アーギュメント、ベータダッシュ分のガンマダッシュで、ここが求まると。っていうことですね。ベータダッシュ分のガンマダッシュの計算結果の変革が B ダッシュ、O ダッシュ、あ、B ダッシュ、O、C ダッシュになると。そしてここっていうのはここと等しいから求めたい BAC になるよねと、っていうことですね。で、このベータダッシュとガンマダッシュっていうのはここで置いた通り、ベータダッシュはベータ引くアルファ、ガンマダッシュはガンマ引くアルファ。だからこういう式になる。つまり求めたい各 BAC っていうのはこれで求めることができるよっていうのがわかるんですね。OK でしょうか。これで、ね、なんでこれでいいのかっていうのも理解できたと思います。そして、これを知っていればね、もうちょっとここを深く見れることもできるんですね。この計算過程で、もしかしたら、ん?って思った人もいるんです。この段階で曲形式に直してもいいんじゃないのと。ね、もちろんいいんです。ただ、この作業をやるときにね、すぐ気づくんですね。曲形式に直すときに、これ2たす i やから、まあ、こんなんですよね。で、ここの変革を、ここで曲形式に出そうと思っても、変革が具体的にわからないですよね。ここの距離がルート5で、ここが2やから、ルート5分の2が何度っていうのはね、一般的にはね、わからないですよね。同様に下もそうです。1、3やから、これ書いたとて、距離は分かっても変革がわからないんですね。だから、できないと。なんで、こういう、いきなり曲形式にできないときは、やっぱりこのまま計算して、その計算結果を曲形式に直すという手順を踏むんですね。ここまで OK でしょうか。で、あともう一つですね。この、当然、各 BAC を求めたければ、ベータ引くアルファ分のガンマ引くアルファでもいいですし、ガンマ引くアルファ分のベータ引くアルファでもいいんですね。で、それは、この図からわかると思います。ね、今回、このベータ引くアルファとガンマ引くアルファの変革を比べた場合、こっちの方が大きいですよね。こっちの方がちっちゃいと。だから求めたい角はこっち引くこっちってなるんですね。こっちの方が大きいから、だからこのガンマ引くアルファを上にすべき、そしてベータ引くアルファを下にすべきっていうこともわかるんですね。だから、ここでね、一応僕一回曲形式考えた方がいいと思うんです。2たす i、1たす 3i って曲形式出るかなと。で、もし今回みたいに変革がはっきりわからなかったとしても、ある程度角度の大きさっていうのはつかめるんですね。構図を書けば。そして、どっち引くどっちっていうのがわかって、で、どっちを分母にしようっていうのも分かるんですね。大きい方を分子にすればいいと。そうすれば、ね、θ2 引く θ1、でっかい方引くちっちゃい方っていうことができますもんね。はい、ということでね、ここでは複素数と二直線のなす角についてやりました。どうでしょうか?理解できましたでしょうかね?ここで大切なことは、複素数平面で3点があって、その角度を求めたければ、この式でいいんだよと。ね、アーギュメント、ベータ引くアルファ分のガンマ引くアルファ、つまり、これの計算結果の変革の部分が角度になるんだよっていうところやったんですね。
その具体的な解法がこれなんで、まずこれはしっかりね、マスターできるようにしたいところです。と同時に、やはりなぜそれが言えるのかっていうのもね、自分で、全くゼロの状況から証明する必要はないにしろ、やっぱりここでの説明っていうのはしっかり理解しておいた方がいいと思います。ではね、もし疑問点などあればね、遠慮なくご質問ください。でね、わかったよっていう方はね、これぜひノーヒントでできるようにね、例題見つけてしっかり練習しておきましょう。心より応援しております。